皆さんおはようございます。今日はね、鬼滅の刃の第1話についてちょっと語っていこうと思います。生殺与奪の剣を他人握らせるな。まあこれ富岡さんの有名なセルフィーね。まあ物語と冒頭に、鬼に変えられた禰豆子を鬼殺隊の水柱富岡義勇が殺そうとした時、土下座して禰豆子の命乞いをする釜戸炭治郎少年に対して富岡は厳しい口調でこう言い放った。このシーンは鬼滅の刃の中でもとりわけ印象的なシーンではないでしょうか。客観的に見れば富岡のこの言葉はあまりにも主人公炭治郎少年に炭治郎少年にとっては理不尽極まりないものです。炭治郎はこの時一家を惨殺され重傷を負った妹の様子がおかしいという状況をようやく把握したばかりです。そこに突如現れた謎の男が妹に切りかかってくる。だから炭治郎は土下座して懇願した。お願いです、どうか妹を殺さないでくださいと。一見すると炭治郎の行動には何ら責められる筋合いはありません。ところがこの炭治郎の言葉を富岡は一括します。いじめったらしくうずくまるのをやめろ、そんなことが通用するならお前の家族は殺されていない、奪うか奪われるかの時に主導権を握られない弱者が妹を治す敵を見つける小子千番で、この時炭治郎も読者もこの謎の剣士の素性を知りません。しかし後にこの富岡義勇という人は非常に無口で物静かで他人に心を開かない男であるということが明らかとなります。そのことを踏まえた上で改めて見てみるとこの時の富岡のセリフは彼としてはかなり例外的なものであったことはわかります。まあ、富岡義勇といえばね、あの柱の有名な人やけどね、まあ鬼滅の刃知ってる人はわかるやろうけど、でなぜ富岡はこれほどの激しい剣幕でまくし立てたのか、何が富岡をしてこれほど感情的になさしめたのか、結果的には富岡との出会いとその言葉は炭治郎にとって主人公としての大きな覚醒を促すものとなりました。それまでの炭治郎は他人よりもちょっと嗅覚が鋭いということや険しい山を登り降りする体力はあっても心優しい普通の少年でした。しかし富岡義勇の言葉を受け止め、さらに目の前で妹禰豆子の胸に刃が突き立てられるのを見て炭治郎は土下座して命乞いすることをやめ、何が何でも妹を救おうと自分なりに行動するのです。で炭治郎は富岡に立ち向かいます。持っていたマサカリを空中高く放り投げ富岡に向かって突進します。自分自身の体を富岡の刃にさらしつつ空中に放り投げたマサカリが死角から富岡を襲うように仕組んだのです。この作戦は表面的には失敗に終わります。炭治郎の戦略とそれを実行する力は戦闘経験を持たない一般人としては十分なものであり、百戦錬磨の富岡をうならせるレベルに達していました。しかし当然ながら何の訓練も積んでいない炭治郎の技量では富岡に1ミリのダメージを与えることもはできませんでした。しかしこの炭治郎の行動を見て富岡は2人の命を救うことを決意します。しかも後に明らかとなるようにそれは富岡にとっては文字通り命がけの決断であったのです。まあね、まあ俺ね原作はねちょっと読んでないんやけど、まあ最終的にね鬼滅事務山ってなんかあの鬼の大将がおるんやけど、この人を倒すのはどうもなんか炭治郎らしくてね、まあ俺はちょっとねアニメしか見てないからあれやけど、でしかしこの炭治郎の行動を見て富岡は2人の命を救うことを決意、しかも後に明らかとなる、まあこれ命かけね、それで結果的にはこの時の炭治郎の行動と富岡の決死の決意によってその後の鬼殺隊と鬼舞事務山の戦いの運命の歯車は大きく動くこととなります。そういう意味でこの一連のやり取りは鬼滅の刃の物語全体の流れにおいて非常に重要なものと言える。
で富岡はなぜこのような行動を取ったのか、炭治郎の自己犠牲に心打たれたからでしょうか。どうもそうではない。富岡はどうやらこの瞬間に炭治郎に対してある素養を感じ取っている。端的に言えば鬼殺隊として見込みがあると感じたのです。炭治郎の行動はある一面から見れば自分の身を犠牲にして禰豆子を救おうという自己犠牲的な行動に見える。でもそれはただ単なる自己犠牲ではない。そこにはちゃんと戦略があり知恵があった。未熟かもしれないけど自分の命を落としてでも目的を遂げようという強い意志と身体性を伴った知性があった。少なくとも富岡はそう評価した。もしそうでなかったら富岡は鬼殺隊の使命を優先して禰豆子を殺してしまったでしょう。もしそうなっていたらきっと鬼滅、まあ、無惨を倒すことはできなかった、まあね、なんか結構柱のいろんな人がねなんか挑んだらしいけどみんな倒されたらしいからね、で炭治郎の決死の決意と行動が富岡の判断を変えた。それが鬼殺隊を引いては人類の運命の歯車を大きく動かすことになったという、まあ、人類の運命を大きく動かしたっていうのはちょっと大げさやけどね。まあこれねぶっちゃけこの、鬼滅の刃っていうのはあの日本での話だよね。まあ創作作品やけど、確か大正時代だったかな、だからこの人らはね普通に鬼殺隊とか柱の人だって刀持ってるけど柔道やんないよね。いいんかなと思うけど、まあでもなんか特別な許可を得て作られた舞台らしいけどね。まあちょっと話は横にそれたけど、でそれでまあ単なる自己規制では富岡は動かなかった。しかし炭治郎が取った自分を捨てることを前提にした高度な戦略に富岡は心を動かされた。なぜか実はこれこそが鬼殺隊の戦いのベースにある思考であり戦略だったからです。なたぐも山、無限列車における戦いから最終決戦に至るまで鬼殺隊の戦略の前提にあるのは犠牲、個々の隊員の命は鬼を倒すこと、さらには鬼滅無惨を、倒すことには必要に応じて捨てることを前提として鬼殺隊の戦略は組まれ、現場の柱や隊士たちもそれを当然のこととして受け入れ戦っています。鬼殺隊リーダーである産屋敷香谷は亡くなった隊士の名前を全て覚えており墓参りを欠かせません。それは裏を返せば鬼殺隊において隊士の死というものは戦いの前提になっているということであり、リーダーである産屋敷加賀屋自身が自分の命をそのように扱うことによって求心力を維持しているのです。鬼殺隊で柱として実績を重ねてきた富岡はおそらくこの一瞬にして炭治郎の持っている鬼殺隊としての潜在能力と可能性を見て取ったのではないでしょうか。ここまでの考察を踏まえてもう一度冒頭の生殺与奪の剣を他人に握らせるなという富岡の言葉の意味を考えてみましょう。まあ今日はここまでにしときます。では。